うなぎ孔内閣、うなぎ孔内閣、万孔内閣とは、1914年のシーメンス事件による山本近兵衛内閣の総辞職後に、枢密院コ門官、清浦慶吾が組閣の対面効果を受けながら、事態に追い込まれた騒動を皮肉った表現がある。シーメンス事件で、山本近兵衛首相の出身母体である海軍と、特定企業の癒着が問題になった際に、 新年度予算案における海軍予算の削減が問題となった。貴族院では最大会派の研究会と同じく有力会派の沢会が実現不可能な削減要求を成立させて山本内閣を総辞職に追い込んだ。研究会と沢会はいずれも元老山形有友の側近である清浦慶吾と平桃介が貴族院議員時代に代表者を務めていた会派であり、 朝鮮主義を報じて、政党政治に否定的な姿勢を示していた。特に当時貴族院の最大会派であった研究会は、政党との関係を持っただけで、議員会派から除名されるほどの徹底ぶりであったと、されるほどの反政党主義であり、共に山本が立憲政友会から閣僚を入れたことに反感を抱いていた。そこでこれを後期として、平田が、 清浦や伝賢次郎らを誘って、東格運動を起こしたのであった。1914年3月24日の総辞職を受け、元老たちが最初に後継主犯に推薦したのは、貴族院議長で、徳川宗家16代当主、最後の将軍、徳川吉信の養子師の徳川家里であった。だが、徳川氏一門の中には、明治維新の際に新政府が強引に、 徳川氏を朝敵としたことに、未だに心よく思わない者も,もおり、家里に迫って、事態をさせてしまった。そこで3月31日に、元老会議は改めて、清浦を後継主犯に推薦したのを受けて、清浦は、大正天皇より組閣の対面を受けた。そこで、清浦は、平田や宗形政、東京府知事と共に組閣を開始した。陸軍の方は、 軍の長老である山形の強い後押しで、岡一之助を陸軍大臣に内定した。その他の大臣も、海軍大臣以外はほぼ内定したが、清浦の意向によって、貴族院や官僚出身者が占める、いわゆる朝鮮内閣式祭の強いものとなった。これに対して4月2日に、立憲政友会と立憲国民党が朝鮮内閣反対決議を採択して、 清浦新内閣の野党になることを宣言した。さらに海軍も清浦が海軍大臣就任を希望していた加藤智三郎海軍中将第一体司令長官が斉藤実前海軍大臣と共に予算案の否決で中止された新官邸建造計画の復帰とその予算復活を求めたところ4月6日に清浦がこれを拒絶したことから 海軍大臣の推薦を事実上拒絶した。そもそも、新官邸計画中止のきっかけとなった予算案秘決は平田が主導して、清浦も乗ったものであり今更復活させるわけにはいかず、当時は軍部大臣現役部官制が山本内閣当時に政党主導による改正で緩和されていたもののそれに反対した清浦が予備役の起用を行うわけにもいかず、 ついに4月7日に組閣を断念したのである。その結果、今度は、大隈重信に対名が降下されて4月16日に、大隈重信内閣が成立した。清浦は組閣自体の直前に、記者団に対して、大和田の前を通っているようなもので、匂いだけはするが、午前立てはなかなか来ないとぼやいた。大和田とは、当時人気のうなぎ屋のことで、前を通っていると、美味しい匂いはするが、 中に入れば混雑していて、いつまで待ってもうな丼にはありつけないというありさまを、祖閣の現状に重ね合わせたものであったが、世間は、うなぎの匂い、対面効果だけで結局うな丼、首相の地位にはありつけなかった清浦を嘲笑して、これを、うなぎ孔内閣、匂いだけで現実には味わえない幻の内閣と呼んだのである。一方、清浦と、その支持勢力であった、 研究会はこの天末にひどく失望した。特に研究会の議員は、元は平田と沢海が仕掛けた東格運動に由来するのに、清浦が疎閣に失敗したのは平田が清浦に大名下が下ったことに嫉妬したからではないかと疑った。かつて平田も1912年に言動会議で後継主犯に推挙されたが、諸藩の事情で辞退して、 対名効果には至らなかった経緯があったからである。もちろん、平田や沢海にとっては思わぬ言いがかりであり、党の清浦でさえ相手にしなかった奥説でしかなかったが、両会派が以前から貴族院内の主導権をめぐって対立を起こすことが多かったため、ここに来て一気に対立が表面化したのである。その結果、かつては、 同じ山形罰として貴族院を主導してきた両解派は決別して研究会は声優会との関係を強め、沢会はしばらくはなお朝鮮主義を維持したものの研究会との対抗上を遅れて国民党などとの関係を強める路線に転換することになった。この確執は根深く10年後の1924年に内大臣であった平田の奔走によって 清浦に再度対名が降下して、今度は清浦内閣が成立した。その結果、沢海からも、江木和幸が、文部大臣として入閣する。ところが、外務、陸軍、海軍の三大臣が、それぞれの省から出された以外はすべて貴族院、議員7名が占める、朝鮮内閣に下にもかかわらず、清浦系の研究会が3ポストを占めたことから、沢海は激怒し、 閣僚を出しているにもかかわらず他の班、研究会会派と共に構造派と呼ばれるグループを結んで清浦内閣と研究会を非難して第二次森運動を側面支援することになったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。